安全に設置と。そして竹ジェイも A ショートから大きく回って A メインで合流。こうなると A ショートのリテイクが苦しいですね。そうですね、一回外を見に行かなければ、竹ジェイがいる可能性がありますからね。しっかりと見てますね。さあここに来てポイズンオーブは A メイン。ただ竹ジェイのバリアオーブからのこのポジション、後続が撃たれてしまう。いや狙われているか。サイト内クローがキラーを落としている。バースがクローを落としてヘブンした。おお、しっかりとカバーを取れている。バースのフレンジーダブルキル。ショート切ってきました。ライトバック、あ強引に入りますね。スネークバイトもランドットのワンエンバックダブルキル。これがラズフルオートでねじ伏せていきましたね。圧倒的なエイム。さらにはカーボール、エントリー、いやバルチャーいないか。横からダブルキル、トリプルキル、全上返した。ナイススニーキング。いやー、最後の一人だ。これは竹 J です。そうですね、全負ができるだけ戦闘で戦いたいですね。唯一開けている中央から、おお、シェリフでヘッドショット。オファングル。さらにはバリアオブを使った竹 J の勝負。スパイクを持ったままブラックイズを落とします。ただ裏取りは来ているぞ。パス当たった。全負。黒も相まってキルを取れている。いやここはクローンカバー。当たってはいるんですけどね。ただワンオンワンです。パラドイヤ当たっているぞ。ぞあ、リロードも聞こえた。ワンオンワン、うおー勝った。クロード、トリプルキル。ハンデでさ、あここでシーカ ー、 あーこのシーカー大きいですね。さあここはバースのショーストッパー、全フが事前に仕留めます。さらにはブラックウィズ、スモークプレー。ただここはクロノハンターズフィーリー。ただまだオペレーターの脅威は続きます。もう時間がありませんね。レーターが落とされているので車線が区切れません。からうわー、ラズの裏取り、ただ残り7秒。ここは止まったらもう設置ができなくなります。裏取りも落としている。あ、しっかりとキラーが、これは間に合わなかった。さあエントリー、お逆にシャッターを閉めてきた。ただ炎症からの裏取り、スパイキャリーが落ちるも人数差は竹ジェイがリザレクション、クローが起きます。さらには A サイト、レーターのパラノイア。ただスパイキャリアが抜けれないですね。炎症と射線は熱いが、ラストのダブルキル。どうだ、いやハイドースモークも返している。ショーストパー打ち込んだ、ラズを飛ばしてトリプルキル。削った、残ったのはレーター。しっかりとブラックイズ音を狙っている。これは B メイン引かざるを得ない。うわ、パラノイア一本で後ろに下げられた。挟まれる形、オペレーターが落とされる。黒が素早いカバー。ただまたしても B メイン、このポジション、先ほどの試合エースを取った竹内、同じポジションで黒を止まったので A サイト、まあ、何人抜けるかの戦いです。ダブルキル、ドリプルキルまでは届かなかった、体力の少なかったラズを仕留めることには成功しましたが、ワンオンツーバースはブラストパックで時間を稼ぎます。さあキラーのワンオンツヘブン下に2人、クローがどこから来るのかがまだ断定できないので、ちょっといろいろ見なければいけない難しいところですね。15打った、しっかりと、しっかりと中央は全部が警戒している。ただカンボール、テルイド引ききれない。ここはラズが捉える。さらにはハイミッド、ブラックミッドも捉える。クローがカバーするもバースがしっかりと抑えている。素晴らしいカバーですね。人数差一気に2オン4、ハイドンスモークは勝負に出るか。ここもバース、打ち負けないですね。 HP が少ないにもかかわらずヘッドショット、残ったのはキラー。キラーの位置だけ情報がないので、これはそうですね、素早く B 中に入っていきますね。バース選手残り HP10 ですが、臆すことなく B サイトへのエントリー。高速の竹獣、あ今打つ音鳴ったかな。今ちょっと動き、そうですね、音聞かれたようですね。グレネード投げてます。しっかりと入る時もペイント弾で警戒をしていました。ここはクローが押される。それで中に飛んだフェイクをかけるんですけど、レイタが大裏取っているのはさすがに気づかないでしょうね。自身が多めになったレイタだったら、さあ A ショート、ここは閉めて、パラノイアが見えているぞ。振り向き勝負にいった。
しっかりと A サイトクリアリング。そうですね、中綺麗に見ましたね。ただゼフ、ここは裏取りをしようとしていたレイザーを落としています。いい裏取りですね。それでいて今、シャッターも開いてしまっているので、おっ裏ま、おーなるほど、壁を進化を打っている。ガイディングライト、壁抜き当たっている。さあもう一度ガイディングライト、リコーくらいつもタケジェイだろ。勝負いいスローブ、これ上飛ぶかな。ここでタケジェイ黒を落とします。さらにはラズ、いやーラズが止まらん。こうなると全フは取り残された形。全フいいぞ。エメイン、クロウとのワンオンワンです。ショルダーピーク。クロウはこういうところの立ち回り、おっと使えるようにするのかな。ハイドンスモーク、勝負仕掛けた。ラズ落としている。さすがのエム。今日はね、最初の試合でも見えましたけれども、かなりこのフリックでのエムの良さっていうのも冴えてますからね。逃げられないぞ。ハンダーズフィールを切っていった。クロウ、ここは A ショートに向けて打ち込んでいる。キラーがタケジェ、中央で落としています。うん、こうなると A メイン側は行きづらいか。バースがスパイクキャリア、 A ショートをスローで上がっている。これ確かに設置さえしてしまえばブラックウィズ出るしかないですからね。とここはスパイクキャリア交戦、 A サイトに飛び込んでいきます。ブーンボット、これは反応します。ただここはブラックウィズ前目に出ることによって回避。サイト内に取り残されたバース、レータはカバーに行けません。いや難しくなりましたねこれで。裏から黒がレータを落としている。さあワンオン、壁抜きでダメージを食らって、さらにはガイディングライト食らっている。いや手前詰めも分かってましたね。しっかりとハッカーできます。結構削れてますけどね。いやこういうリグロースを見るとやっぱスカイ便利ですね。ただ裏からは3人来ています。いやーつがすごい。これどうするキラ、頼むやおるぞ。A メインの味方と、おー合わせて一気に3人がかり。ただレーターダブルキル、パラノイアを合わせて黒がタケジェを落としているか。 A メインを逆に取得。サイト内はどうだ、黒がヘブン下を落としている。これ早めに解除しないとメインにいるのは分かってますからね。 A メインに向けて離婚。ただキラーここはバースを落としている。ガイディングライトスパイクの位置の得点時間避けている。 HP が少ないぞ。うわーうまい、ワンオンワン。いやここは裏取りのレーダーもいましたが、黒がダブルキルでしっかりとラウンド食いましたね。そしてこのリコン、黒のこのリコンなんです。ここでマリオーブ、タケジ前に出る。いやー三車線ライディングライト、位置を視認できたか。しっかりとカバーをしているハイドンスモーク、ダメージは与えてはいますが、しっかりと5人生存での A サイトダッシュ。これで設置完了と、かなりいい流れのラッシュが取りましたね。 A ショートに対してもガイディングライト、メイン2タケジェイとラズが裏取ってますね。先ほどから A メインの裏取りというのは対応されていますから警戒はできているでしょうか。さあ A ショートにはスネークバイト進行を問えます。誰がメインを見るか、誰も見ていないぞ。 A メインの車線が通ってしまった。レイタラズのキル、ラズのキルが続く。ブラックウィズがダブルキル、ただワンオンワン。残ったのはキラ、位置が分かっている。クローのアレス、シェリフに持ち替えて、いや最後はクラシック。ファストストライクの決勝で使っていたところと同じやつですね。いやレイタが続きるわ。これ見とつめてますね。ショートを詰めている。ラズのライトバックを皮切りにレイタがトリプルキル、さらにはクローもキルが続く。そして引く。ラズはこのポジション、ペイントダウン、一旦引くが、おフロートで当ててたが体力かなり刻られましたね。ラズラズバルドへ食らっているか、ダブルキル当てていく。スネークバイトへと落としていますが、そこにはレイタクロー、でもラズのライトバックが上がっています。どうするんですかね。ジュピターはここ全員フルバイはできないラウンドになるんですけど、武器は落とせますが、調整バイになるか。調整ですね。そうですね、全体のクレジットを合わせるための調整バイになりましたね。かなり強気な動き、おお当てた。ファーストブラッドはレーター黒落とします。さらには中央タケジ、いやー詰めてきた。スローブ、さらにはペイントダウン、これは流れのようだ。2オフォー、中央の主導権、スパイクが落ちてしまってるんです。キャットのレールのあたりに。こうなってくるとラズのライトバックというのも攻守入れ替わりました。ここで切っていった第二の命。パラノイア、ここは進行を止めるが中央を取られているという状態。
ラズの裏からはクロープ、最後はバンか。ただ警戒できていますか。ラズ HP が削られているか。ここで点を落としている。一時交換にはなったか。バースがブラックイズを落として若干ディフェンダー有利か。そうですね、1、2交換になったので。ただ裏切り早いぞ、ハイドンスモーク。ただレーター、ここは A ショート、リグロースでレーターも回復。リコンボルト、いや、いいタイミングのフェイントなんだ。これは誘い込まれる形。タケジェのトリプルキル。ただ逃げれない。うお、一瞬だ。気にせず A ショートの前目、レーターダークカバー1枚の先にレーターはいるぞ。うん、ここは全部落としていきます。ラズがキルを取っているか。さらにタケジェが配動登壇。これはピンポイント。おお、かなり削れましたね。ブラックイズ残り HP8、 スネークバイトもありますが、キャンセル。このリコン使うか。いやー、このショックボルトが、これはバレてますね。いや、当たってないぞ。中に隠れています。かなり思い切った位置。しかもこれ角ギリギリだから見えてないんですよね。裏を取っている。素晴らしいスニーキングプレー。ダブルキル。残ったのはクロー。武器はファントム。時間はありません。スポン側にはキラー。会場を鳴らすしかないですね。エルボー前方落として、ワンオンワンないです。スポン側キラーがしっかりと落とし、違いも発生しています。ラズ、そのエイムの先にキラー。次はドイツだ。さあ、浴場でディメンショナルドリフト使いましたね。ここで1人2人ランプの中までクリアリングしに行くか。おっと、飛び切った。そのまま飛んだ。ランプの中ブラインドサイト、ちょっとブラインドサイトミスったか。バースのショーストッパーを避けきっている。さあ、ここで一気にワープの音がした。ハイドンスモーク、うん、1-1交換。いや、これワープ引っかかってますね。 3-on-3 です。レイターが一人で警戒しますが、そして B 側でのバイパスピット、ハンドフィリー。ここはブラックウィズが出られる。ブラックウィズが落ちてしまったらまずいが、うわー、ステイントダウン。あった、形勢は逆転。2-on-3。いや、バイパーズピットからの設置を見事に止めて、しかも毒の海が消えました。これで的確なペイント弾でした。さらにはバース、クワッとキル。いや、エースも見える。バースまでも取ってしまうのか。うおー、お見事。やっちゃった。しかも時間稼ぎをしてる。ショートパーバース、タケジェのダブルキル。さらにはラトロラトリ、キラー反応したが、ただ取り残されてるんですよね。おー、ここで映った。オールドロー抜いた、抜き切った。クロー、ちょっと当たらなかったが、ホットハンド後続を立ちます。レーターもカバー。レーター、クロー、ちょっとずれた。いや、ハイドンスモーク、キラーとシェリフでダブルキルを取っている。ランプのレーターが浮いてるか。ブラストパックでのエントリー、2オン2です。武器は回収。ただこれ裏が早すぎるが、おっと外してしまった。ハイドンスモーク1-1。ブレーキ、ブーンボット前に出た。キラー、素晴らしい。強気ターン、オペレーター持って裏を取るってすごい考えですね。タケジェガイディングライト、ショートタイム。シーカーを打ち込んで1-1交換にはなりました。サイト内バース、1キル。しかししっかりとクラーカバー。2-on-2、いや、2-on-3です。ハンターズフューリーの戦い。いやー、いいですね。ロングに下がっていく。ここに来てバイパーの本領発揮なるか。ただこれで中が完全に制圧されてしまったので、いや、どうするか。ブラックウィズスネークバイトを構えている。さあ、タケジェイは会場に向かいますが、ラズレイター。おっと、スネークバイトが見えていなくて、タケジェイが生贄に犠牲いません。まあ、ただここはいないというのが分かるだけでも一つ安心要素はありますよね。サイトのリテイクが素早いか。黒 B ロング激しい打ち合いだ。どうだ、レーダー落としている。水状況は有利だ。残ったらバース、ワンオンツー。解除に行っている、解除に行っている、解除落としている。半分まではいっている。解除落としたんですけど、間に合うか。これは間に合います。クビズがタケジェの裏を取っている。武器も手に入りましたね。これで4-5です。飛び出したキラー。いや、いい連携だぞ。ハイドンスモークと合わさってスパイクキャリアダウン。クローの勝負、しっかりとカバー。パラノイアも打っている。残ったのはラズ。このラズの位置も
ロが見てるんですよね。体に押し込みました。玉城ダブルキル。いやー、綺麗な M。 いや、すぐさまカバーが入りました。キラー、ここはスパイクまま飛びますね。本命と見せかけて本命です。ただの本命じゃないですか。3-on-2。いやー、スポーン側を取りに行くか。そうですね、裏を取られたので先に潰しに行きましたね。エルボーからクローがハイドンスモークを落とします。さらにはサイト内にいらず、残り HP は45だが、銃口が見えた。壁を抜く1キル、ワンワンだ。お互い HP は同じぐらいか。いや、クロー下を向いて相手より先に見えるように位置しています。ダズ、ここは前方落としている。サイト裏ランプからのエントリー、ダブルキル。クイズの位置というのも暗示されますが、レートが落とされる。だがそこにも竹地がいれば飛び切った。飛べたけど削れましたね。さすがにここはスニーキングされてる可能性を考えて竹地も飛ばないか。なおかつアブソリュートジュピターはスポーン設置です。スポーンに対してアビリティを打ち込むが、この位置ダズ、お1交換です。ペイントダン、ハンターズフィリー、さらにはブラストパック、逃げれない。的確リュウジ、アブソリュートジュピターが進行。カボル避けているが、そこにはラズ。攻めの打ち合い強いですね。ホットハンドで銃口が見えてるか。前方位置がバレています。ただここの壁抜きは鉄板があるので当たりませんが、タケジエが前方落としている。黒、ここはランドを走り打ちで落とします。いやー、位置はバレてしまっているので、ガイディングライト、そこにはパラノイア。パラノイア、これは厳しいですね。ガイディングライトも打ち切ってしまいました。囲まれている。さらにはオールドロー、徹底してますね。位置がバレている。さらにはクロー、あ、まあナウフを食らって絶対側になりましたが、 そうですね、そこまで近距離となると、やはりまだ健在、まだ健在ですね。まだファントムでも全然走り打ちはできますね、はい、バンダルだとちょっと苦しいんですけど。そうですね。でサイト裏も確認です。復活ファントム、ここはクローが落とす。これ裏を待機してるレイッタのポジションがかなりいやらしいですね。ビーロングの裏取り前、そしてブラックイズが、おお、一瞬でガイディングレート破壊された。レイタが前方を落とす。そしてラスがクロー、勝負の強さ一番出てます。